UEFA チャンピオンズリーグ2016から 17UEFA チャンピオンズリーグ2016から 17, から17決勝決勝戦が行われたミレニアムスタジアム UEFA チャンピオンズリーグ2016から17決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA チャンピオンズリーグ2016から17の決勝戦であり25回目の UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦である 試合は2017年6月3日土曜日にカーディフのナショナルスタジアム・オブ・ウェールズで開催されセリー AA に所属するユベントスとリーガ・イスパニョーラに所属するレアル・マドリードの間で行われた。レアル・マドリードが2年連続12回目の優勝を果たし UEFA ヨーロッパリーグ2016から17王者と対戦する 2017UEFA スーパーカップの出場権のほか、 UEFA サッカー連盟を代表して2017年12月にアラブ首長国連邦で開催される 2017FIFA クラブワールドカップの出場権を獲得した。ユベントスにとって UEFA チャンピオンズカップ時代を含め9回目の UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦である。前身の UEFA チャンピオンズカップ時代の1985年と1996年に 優勝を経験している。一方、前回覇者のレアルマドリードは2大会連続通算15回目の決勝進出である。前身の UEFA チャンピオンズカップ時代を含めると史上最多の11回の優勝を経験しており、今大会で優勝を果たすと最多記録の更新と同時にチャンピオンズリーグになってからの史上初の連覇を果たすことになる。UEFA のコンペティションでの 両チームの対戦は18回あり、両チームが発勝2分と全くの互角となっている。なお、チャンピオンズリーグの決勝では戦術した1998年に対戦しており、レアルマドリードが1から0で勝利を収めている。2015年6月29日にチェコのプラハで開催された UEFA 理事会で、ミレニアムスタジアムが決勝戦の会場に決定された。 ミレニアムスタジアムでの決勝戦の開催は初めての開催となる。このスタジアムは1999年にラグビーウェールズ代表とサッカーウェールズ代表のホームスタジアムとして開設され、ウェンブリースタジアムが改装中の2001年から2006年にかけての6年間は FA カップ決勝の舞台にもなった。UEFA 主催大会では74,500人が 収容可能であり、完全開閉式の屋根を持つ。リバプールで1984年にチャンピオンズリーグ優勝を達成し、サッカーウェイルズ代表通算73キャップを刻んだイアン・ラッシュが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。全6万6000枚のチケットのうち、4万1500枚がファン、一般に対して販売される。決勝に進んだ2チームのファンに、 それぞれ1万8000枚ずつ割り当てられ、残りの5500枚が一般の観客を対象に販売される。この一般チケットが2017年3月17日から3月28日まで販売された。チケットの販売価格は以下の通り。なお、残りのチケットは地元の組織委員会 UEFA 各国サッカー協会スポンサー。 放送業者等に割り当てられる。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。チーム1部位、チームにスターティングメンバーレアルマドリードは、クリスティアーノ・ロナウドとカリム・ベンゼマがにトップを組む、4から3から1から2。トップ下には、イスコが配置され、開催地ウェールズが地元であるガレスベールは、ベンチスタートとなった。 一方、ユベントスは3バックを採用する3から4から1から2が公式発表。本家 BBC が揃い踏みしなかったレアルに対し、ユベントスはレオナルド・ボヌッチ、アンドレア・バルザーリ、ジョルジョ・キエリーニのイタリア版 BBC が揃い踏みするという形になった。前半公式発表では3から4から1から2だったユベントスだが、試合が開始するとマリオ・マンジュ・キッチが、 左サイドハーフ、アレックス・サンドロが、左サイドバック、バルザーリが、右サイドバックに移動して4から4から2の形に。マンジュキッチの高さを生かして右から左へのサイド攻撃を展開し、序盤からレアルを押し込む時間が続いた。ところが20分、レアルが、カウンター攻撃からカルバハルのマイナスクロスをロナウドが右足ダイレクトで合わせて、先制に成功。 一点ビハインドとなったユベントスはその後も押し込み続けると27分、ボヌッチの左サイドへのロングフィードをサンドロが折り返し、ゴンサロイグアインが胸トラップからマンジュキッチへボールを預けると、受けたマンジュキッチが二人に寄せられながら、胸トラップし右足バイシュクルシュート。これがゴールミニスミに吸い込まれ、同点に追いついた。そこから両者一歩も譲らない熱戦を見せ、 前半は1から1で終了した。後半立ち上がりからレアルは、足の遅いユベントス DF、バルザーリを狙い撃ちにし、左に速いボールを送って攻め始める。これがこうをそうしたのか一転して、レアルペースに。ユベントスもカウンターで対抗しようとするが、つなぎの場面で簡単なロストが目立ち次第に、レアルの波状攻撃が続くようになる。 一方的な展開ながら得点が動かぬまま過ぎて、いったが、ついに61分、トニークロースのシュートがクリアされたところに走り込んだ、風目色がミドルシュートを打つと、ボールはサミケディラの足に当たって軌道が変わると、ゴール左隅に決まり、レアルが勝ち越しに成功する。64分にはレアルが右サイドでボールを奪うと、ルカモドリッチのクロスにニアに走り込んだロナウドが合わせて、 追加点を挙げた。直後に不安クアドラードを投入して、打開を図り、レアルモベール、マルコアセンシオを投入した。クアドラードが84分に2枚目の警告を受け出場からわずか18分でタージョとなった。91分にアセンシオがゴールを挙げて4から1となり、試合が終了。レアルマドリードが圧勝して、CL 史上初。 チャンピオンズカップ時代も含めると1989年1990年の AC ミラン以来27年ぶりとなる大会に連覇の偉業を達成した。レアルマドリードがユベントスに勝利して2大会連続12回目の優勝を達成し、自身が持つ大会最多優勝回数を更新し UEFA チャンピオンズリーグになってからの初の連覇を成し遂げたチームとなった。 チャンピオンズリーグ解消後では6回目の優勝となり、単独首位を走っている。またクリスティアーノ・ロナウドは、クラレンス・セイドルフ、アンドレス・イニエスタと並び、UEFA チャンピオンズリーグの決勝で4回、出場して4回優勝を果たした3人目の選手となった。一方、敗れたユベントスは、単独最多の7回目の準優勝を記録した。ユベントスファンが、 トリノのサンカルロ広場で観戦していたが、試合終了10分前頃に爆発音が発生、逃げ惑ったファンが押し寄せ、1500人以上が負傷し、そのうち3人が重体となった。カーディフミレニアムスタジアムスタジオ、カーディフミレニアムスタジアム東京、フジテレビ。ありがとうございます。